この記事では万太郎君の研究などもはや価値がないくらいに大久保さんは考えているのかもしれません。の第22週かつては万太郎君のおかげで8月29日新種の発表までできた大久保さんですがまとめてお届けさせていただきます。前週の終わり頃に万太郎君が徳永教授から植物学教室の助手として採用する旨の通知がありました。そして今週万太郎君は正式に植物学教室の助手に。田辺教授の在籍時、徳永さんと大久保さんは万太郎君の味方のポジションにいました。なので田辺教授がいなくなった今、植物学教室は万太郎君の味方しかいないことになります。しかし1年もの間植物学教室から離れている間に、味方と思っていた徳永さんや大久保さんと万太郎君との間にギャップが生じていました。徳永さんと大久保さんの今の関心事は肉眼では見えない世界、それだけならまだいい。大久保さんは万太郎君の研究を古いとまで言いました。万太郎君の研究などもはや価値がないくらいに大久保さんは考えているのかもしれません。かつては万太郎君のおかげで新種の発表までできた大久保さんですが、一方徳永さんも万太郎に植物サンプルの充実を命じた。7年前、万太郎にはある程度の自由があったが、今は自由がない。命じられた業務をこなすのが万太郎君が求められていることです。徳永さんと万太郎君のギャップもこれから拡大しそうな予感でいっぱいです。結論から言うと、リアル万太郎君とリアル徳永さんの関係もまた最終的にかなり悪い状態になっています。なんとリアル徳永さんはリアル万太郎君が日本植物志図譜を刊行することも反対します。リアル田辺教授が手掛けていた植物図譜をリアル徳永さんは自分が継いだのだという自負がありました。そんなわけで在野の研究者に過ぎないリアル万太郎君が日本植物志図譜を刊行することは受け入れられなかったようです。ドラマの中でも一度は万太郎君の味方になってくれた徳永さんがもしかすると田辺教授以上に手強い存在になってしまうのかもしれません。万太郎を助手として迎える決断を下したのは徳永で、万太郎が植物学教室に足を運ぶのは7年ぶりのことでした。万太郎は徳永から植物学教室の標本を充実させることだけに注力せよと命じられました。正式な助手として迎え入れられた万太郎ですが、徳永から言われたのは標本を充実させることだけでした。万太郎不在の7年間で植物学の世界は進歩しており、今野からは万太郎の研究は古いと言われてしまいます。里中や岩崎らの推薦により万太郎は学術研究員として台湾へ行くことになります。本田からは護衛のためピストルを購入するように言われますが、万太郎は納得できません。結局末子からピストルではなく代わりに日本植物志図譜をお守りに渡され、台湾へと出発します。三重の料亭で働いている末子は持ち前の度胸や明るさから大活躍しています。同じ頃三重の料亭三郷は繁盛し、岩崎らの得意客などのいつもにぎわっていました。三重の料亭で働いている末子は持ち前の度胸や明るさから大活躍しています。同じ頃三重の料亭三郷は繁盛し、岩崎らの得意客などのいつもにぎわっていました。三重の料亭で働いている末子は持ち前の度胸や明るさから大活躍しています。同じ頃三重の料亭三郷は繁盛し、岩崎らの得意客などのいつもにぎわっていました。